じゃあ軽く説明しましょうか、まずは。はい。はい、この、タミネギ内乱の首塚。要はこのお城であった事件なんですけれど、戦国時代に、その織田信長と武田っていうところが戦争したんです。合戦をしたんです。有名な長篠の合戦という戦いで。知らない。で、まあそれはさておいて、で、ここの城主の人たち、どっちに続くか迷ってた。その部下の中でも、その、あっちに着いた方がいい、こっちに着いた方がいいって意見割れてたんですよ。でも、いざ着いた武田っていう方が負けましたと。で、その武田信玄じゃないの？の息子さん。のその息子さんをかばってこのお城まで来たんです。お城までかばってきた、さあ入れてくれって言うじゃないですか。ほらやっぱり織田につくべきだったんだって城の中にいたやつが門前払いしたんですよ。城主ごと、うん、城主と総大将。お前らふざけんなよって、当然その別のところまで一回逃げて、もう入れてくれないから別のところまで逃げて、この城によったやつ全員殺すって言って96人ぐらい殺しました。下世やな。まあなんていうの、自分の部下に堂々裏切られたっていうか、なんていうの、意見違うからあれですからね。その96人殺されたっていう、なんていうの、すげえ逸話があるとこだなって思って、戦国スポットよりは心霊スポットだなって思う。でさ、入り口は結構なんだけど、この先崖じゃね。道ないよね。無理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 。入り口って、うん、あ、こっちか。っていうことは上ですな、登りますか。くそ、登るんかよ。まあここまでずっと運転だったからいい運動でしょう。うせばかよ、お前。そう、だから一応言うけど、ここで霊感発動して何か見えたら別に無理にいいんですよ。幽霊いますかとか、そんな、それやべえな。そうしかねえだろ、もう道じゃねえし。すごいな、ちょっと登っただけなのに、もう下の道路があんなところにある。だいぶあるよ。これどっちや、こっちか。まあ下に看板あるから多分下でしょう。見た目だけならただの処刑場と遜色ないな。何かセンサーでヒットくらいはしてます。別にその400年前のね、ブチ切れて96人殺されてるところを冷静しろとは言わないから、幽霊なり何なりいるかどうかだけとりあえず。ああ。96人殺されたかは分かんないけど、この辺が死体の山だね。何だこれ。なんていうか、史実に残ってる通りのことが起きてる。頭
この下全部多分人だと思うよ。土になっとるけど。この今地面の下、うんうん、すごいな。文字通りなんか心霊スポットだな。そう聞くと心霊スポットっていうより地獄のスポットだな。ある意味幽霊も寄りつかないような場所だと。しかもなんか今このたなんていうのお地蔵さんの前の看板のところにまあまあグロい殺し方をしたって書いてあるので、うん、もうちょっとだったらまた今見とってみる。ほらまた風が強くなってきたでしょ。そうですな。これは幽霊からのアプローチなんですか。さっき吹いとったけどピタッとやめたでしょ。やんだでしょ。うん。ここ夜来るんか俺。あ、いや、あの別に来たくないならあの評判見て分かる通り、その要は上司が裏切ったっていうか意見聞かない部下を96人殺したっていう、その要は残虐スポットではあるけど心霊スポットかって言われたら分からないので。心霊スポットではないけど、あのだから声はすごいね。殺される方々の、それは何、恨みつらみなのか悲鳴なのかどっちです。申し訳ない、申し訳ない申し訳ない、申し訳ない、ノイズがあるし、もう、聞こえん、この声が、うわーとか、逃げ出すやつもおるし、まあ、あの、うん、どっちが正解なんだろうなと思うけどね、その、負けた軍の大将をかばってきちゃってるわけだから、下手したら自分たちも責任追及食らうかもって思って、入れなかったんだろうけど。うん、まさかその後上司の人がね、自分たちの頭が部下の自分たちを殺そうとするとは思わないだろうから。パチンチ聞こえるね。そうですな。昼間でも何かしらアピールされてるな。 すごいアピールだね。ここ全体じゃないんだな、もう高級の全体だよね。高級の上から、この木が邪魔だよね。ほいや、それを触ったことによってお前はたたりだ。なんてこった。大丈夫、かっちゃんがいるから。から移動するのは良くないっていうのは。大丈夫、かっちゃんに払ってもらうから。冗談じゃない。いくらでや。赤福餅やる。いくらなんですか実際こういうの。赤福餅12個入り1000円ぐらいかな。1200円ぐらいあれですか。すげえな。そしてなぜある賽銭箱。賽銭そこが分からんね。1575年、長篠の合戦で負けたその武田っていうその相手の大将の人を休ませるためにここに案内したけど、ここにいた人たちが絶対に入れねえって。だから別の城まで逃げなきゃなくなったって。でその次の年だかなんだかに、うん、お前らあの時ふざけんなよっていう、その坂浦見なんだ。坂浦、うん、どうなの。でもさ、その社員がさ、あれ社長とその会長じゃないけどもっと偉い人連れてきて、うん、かなんていうの、休ませるぞって言ってるのにさ、だけど留守やったからさ、店主が。だって自分の家だもん、自分の会社だもん。もう一旦もう裏切ったらおめえらもうどうしようもねえ。まあね、中でも志望閣の人の生首をノコギリで引き落とすという常軌を逸する殺害を行った空姫モデルだ。すごい声が聞こえるもんな。
2、3個ぐらいその声をそのままなんていうのカメラに向けて喋っていただいて、悲鳴よりの方が強いんだろうけど、許してください、許してください、私は命令に従っただけです、私はやらされただけですいつの時代も変わらんな、いつの時代もなんか下の言うことって変わらんな、お許しを、お許しをっていう、96人ってなかなかだからな、実際問題、まあ、96人は死んだのか死んでないかは俺は定かじゃないけど、このお城に96人もおったって思えんねって。まあ社長の逆恨み、まあ逆恨みしゃねやろ、強い方に力どうしても力の強い方に肩入れるやろ、それで社長を裏切って、今の株式会社としやんダメやったのに株主がお前なあ、お前は社長クビやって言って一緒やろ、株主どころか、あの平社員のなんていうの勤めてた方々がそれを全員でやってるんだけど、そうそうそうそれはそういうのを今で言うとね、うん、ボイコット、まあ、ボイコットストライキとか付けのあれになるんでしょうね、で社長が怒って社員全員殺しやるってなすげえな、肩が重い、ここどうなんです、ここ心霊スポットとしての質はいかがなんです、心霊スポットっていうよりかは歴史もやっぱりグロ優先だけど、グロだな、そうやな、ここ全部崩れられてきてるんだけどな、すげえな、ただ単にカチャにグロ映像を見てただけになってしまった、うん、グロ映像を見ただけだ幽霊とかはそんなにいなかった感じですか、幽霊とかはないな、あ要は心霊スポットだって言って来たとして呪われるような場所でもない、ないな、ただ落っこちないようにが幽霊より怖い物理っていうそれがあるだけか、幽霊よりか怖いよ、